もうね、1文目に Across Europe って言ってますよね。この Across Europe 慶応の小学部でね、Across が空欄だったじゃない、Across Europe ってそのまま出てたよね。こういうのってやっぱりある学系ですよ。だからきちんと復習しておいた方がいいんですよ、解き終わった問題っていうのはね。では始まりました、マジェッチャンネルです。今回はですね、早稲田大学文学部の英語の問題ですね、2020年の公表をしていきたいと思いますね。まあコメントでね、早稲田の理工やれとかですね、早稲田の理工まだやらないかいみたいですね、来てますけど、早稲田の理工はメインディッシュですので、普通の形でやりますから、一般の人も見るような感じの動画にしますので、はい、ちょっと待っててください。どうだったでしょうか。まあ、全体としては文化構想より難しかったかなっていう印象です。どうでしたかね、皆さんの感想は。はい、さ、一緒のまあルネサンスとね、アートとかっていうのはね、まあよく出るトピックですけども、あ、プレリミナリー出たじゃないですか。はい、ごめん、ね、うちのマサニャンの動画でプレリミナリーやってましたね。前回見てましたか。もったいない、見てたら解けたのに、うん、ね、ぜひね、ちゃんと見といてくださいね、語源の動画。Give birth to は簡単でしょう。因果関係を表すものっていうのは授業でいつも矢印書きますけど簡単です。はい、次が、あー、むずい。3番が難かったんじゃない。イミディエシーなんてね、知らんでしょう。まあただイミディエットっていう単語を知ってるから推測はできたかなと思うけど、それでも解くのは難しかったと思う。多分ね、 BC は消せるけどね、 D とかと悩んじゃうよね。4番は簡単、for example。 5もまあそこまでですね。あ、6は超むずいでしょ。わかんないでしょ。こんなん見たことないじゃん。アネンカンブルトとかいう単語知らないですから、どうせ。まあ、ただ ED ついてから受け身的かなと思ってバイを選べばいけるけど、まあ無理です、まずは。で、7も難しいね。all attitudes って来てるから、もう、すぐにアコモデイトだって分かる人には分かるけど、受験生には無理じゃない。で、このアコモデイトなんて日本語に訳してるかよく分かんないもん。うちのネイティブ聞いたら、カバーとかリフレクトに近いけど、まあむずい。アコモデイト、アコモデイトだって言ってましたからね。なんで3、6、7と難しかったんで、ちょっと厄介だったんじゃないですかね。続いて B。B の方が簡単ですね。読みやすかったよね。最初のが超簡単。2 miles long なんていうのが、ストリートですからね。はい、で、次がキャッチャービューも簡単でしょ。で、上海タワーとかって書いてあるから、これがジャイアンツだっていうのもわかるし、エクゾリックはまあ、うん、エクゾリックビューリー、多分消去法で選べたんじゃない、うん、で、あ、次が難しい。12番が多分一番難しいかなと思いますね。カーブアップですね。分けるっていう意味です。ディバイドの意味ですね。The carve up the city into foreign concessions。 だからコンセッションズっていうのも分かんないじゃん、普通ね。譲歩ってさ、考えちゃったら分かんないじゃん。あの、割譲する、あ、割譲の譲歩入ってるか、割譲してるエリアのことですよね。一応うちのネイティブにも確認したけど知らなかったしね。世界史やってる人とかね、背景知識で分かりますよね、何のこととかね。まあ、13は簡単でしょうか、うん、そんなむずくない。14はもう文脈でバッチリ解けるからできる。だから12番だけが難しいって感じですね、2つ目のは。続いて短文とちょっと長めの文章系のやつですね。どうでしたかね。だと A はまあそこまで読みにくくはないですね。江戸時代のなんかワンピースのね、和の国が浮かびましたけど、私頭の中には。15は結構分かりやすいかな。それに対して16の方が悩んだんじゃないかな。書いてないんじゃないかとか。ただまあ、ポエトリーとかプローズとかね、この辺の単語はまあもちろん文学部の人たちにとっては馴染みのあるものだから、そこから分かったかな。ステージドプレイズとかね。っていうのでも分かるし、まあそういうのね、女性がやってたって書いてるから、そこから分かるよね。で、2つ目、はい、インドにね、この英語が入ってくやつですね。あ、そうそう、サウスアジアってね、これね、結構ね、南アジアって聞いて、インドが浮かばない人いっぱいいるので、パッと浮かべるようにしておいてくださいね、これね。で、17、18は、まあ、言い換えがすぐにわかるよね、書いてあるから、パッとやって、19が引っ掛ける気満々ですね。これ。なんで引っ掛ける気満々ってわかるかっていうと、この書いてある人の名前っていうのは、第一段落、第二段落、第三段落、まあ、それぞれヒントが書いてあって、わかるんですよ。ああ、答え A だなっていうのわかるんだけれども、最後の段落にですね、Governor General in Council っていうのが出てきて、こっちのことだと思ってしまうと悩んでしまうっていうですね、そういう引っ掛けになってますね。だから簡単なんだけど引っ掛かっちゃう人が出ちゃうってですね。
で、思ったのはさ、この時にさ、あれ ?D、A、D、D、A だ。あれ ?D と A ばっかりみたいな感じで、で、C 解いたら、ね、D、D、A、A、A ってまた D と A しか出なくて、うえってなりましたけどね。これ受験生ね、うわってなっちゃうかなって思った。で、C の方はね、そうね、これね、黒死病についてね、まあ今まさにこのコロナウイルスについて、ね、私たち考えさせられてますから、ある意味メッセージ的に感じましたけどね。目に Across Europe 出てますね。この Across Europe 慶応の商学部でね、Across が空欄だったじゃない、Across Europe ってそのまま出てたよね。そう、こういうのってやっぱあるわけですよ。だから、きちんと復習しておいた方がいいんですよ、解き終わった問題っていうのはね。だから、刑法でテネットがさ、出てて、慶応の文のね、文章中にも出てましたしね。そういうのってあるわけですね。20は選べたと思いますね。21も、まあそこまで難しくない。ちょっと、ね、抽象化してるけど。だからこれ第一段落が読みづらい皆さんにとって多分まあだからなんか、医学部みたいな感じで難しい単語表現がいっぱいあるんだけど、実は大したことないですよ。問題自体は多分今回の中で一番簡単だったんじゃないかなと思います。この C がね。だから点を確実に取れたんじゃないのって思いますよ。22も簡単でしょ、そのまま書いてあるし、23もそうね、ベロシティぐらい知っといてね、スピードっていう意味はね、簡単だし、24ね、そうそう、最後の段落でね、おい、そっちがメインだったのかいって思わせるやつね。でも大丈夫だったと思いますね。そう、だから黒死病とかさ、そういう病気系の話がメインかと思いきや、実はそうじゃなかったってね、それだけじゃないよっていう話でね、と思ったけど、まあ、面白かった、これは、読んでて。なるほどねって思わされた文章でですね、結構なんか役にも立ちましたよね。はい、どうだったでしょうか、できましたかね。ここは確実に点を取りたいところですね。続いてね、3番の文挿入問題ですね。いやらしい問題ですね。ちょっとね、解きながらフフフフフと笑ってしまいましたよ。ポイントがつかめればサカサカ埋まるんですけど、当然時間もなくね、焦ってる受験生たちはバカバカ引っかかったと思いますよ。本当にひどいよね。まあそれぞれ見ていくんですけど、まあ25はそこまで引っかからなかったかなと思いますね。このストーリー帳で始まってて、一番最初のところですか、 H の選択肢にいる日っていうのも、まあヒントになったと思います。で、次なんですよ。この26が悩んだでしょ、どうせ。だから26分かんなかったら飛ばして後から来ればいいです。で、この26の D を入れるのが非常にね、大変なんですけど、The ability っていうのがね、ヒントになるんですよ、この選択肢のね。で、なんでそんなの分かるんですかっていうのは、この Naval Officer っていう位が書いてあるから、だから能力があるんだっていうふうに分かってこう選べるんですよ。このやっぱ代名詞、指示詞っていうのは舐めないでくださいね。これとっても大きなヒントになるんですよ。はい。続いて27は The Job って書いてあるから、これ簡単ですね。He quit that job ですね。それをその仕事を辞めたって書いてあるから、だから当然 G のこのね、His Last Job っていうのとすぐにつながるから、分かったと思いますね。28でいい問題というか、まあこれ引っかかるでしょ。だから、Where is back home? っていう風に、どこって聞かれて、どこなんですかって、アメリカだって言ってですね、A かな、B かなって、で悩んじゃうわけでしょ。アメリカって答えてるね。そうじゃなくて答えは E になるっていうね。なんでわかるんですかっていうふうにね、のはわかるんですけど、E にね、Your country has a very great influence on South Africa っていうふうに書いてある。ここなんですよ、ヒントはね。なんで、いやだって他のだったら合わないじゃん。その後の28の後の Really? I said good or bad って書いてあるでしょ。これと合わないでしょ。この good or bad って適当にしちゃってるでしょ。あなただってこのアメリカ A とか B とか入れちゃったら合わないじゃない。これがだ good influence なのか bad influence なのかっていうことなんですよ。はい、そこにだこの、ね、省略、そう会話なんだよ今回ね。だからその会話の省略にちゃんと気づいたかみたいなんで、解く問題だったんですね。いい問題これ。29は C は大丈夫ですね。この複数書いてあるからそこから使えるね、仮定法を使った分ですね。で、30も簡単。they って書いてあるから、they をさせるやつが出てきてるのがもう F のね、he and his family っていうのが出てきてる。これしかないから。だからここはもう超簡単。they の指すものっていうので一瞬で解けるでしょ。いいか、そうですね。it's not the most sophisticated analysis ね。それが、分析に当たるものがそれが A になると。but it's a fair shorthand ですね。簡潔な言い方だって書いてるから、A がここに入るわけなんですけど、ね、アメリカっていうのはこういうのだみたいなステレオタイプが書いてあってね。
そこで解くことが、この一等が指すものっていうので解くことができるんですけど、 A をもう28とかに入れちゃってたらもう無理なわけですよね。今回は会話っぽい解き方が重要になったわけですよね。代名詞指示詞っていうのももちろん大事だけれども、こういうふうに省略があるとかね、会話系だったのでいつもと違った形で答えが出る問題でしたね。簡単に見えるけど実は難しい。続いてイディオム入れまくる会話問題ですね。はい、どうだったでしょう。知ってれば超簡単だし、知らなきゃうーんってなるとこだと思いますね。まあ It's been ages なんてもうめっちゃよく使う表現だから32楽勝だし、 Nothing in particular もすごい簡単ですね。もうよく使う表現だし、次の Nothing short of も知ってれば超簡単、よく使う表現で、次がこれね、 One of the most erudite っていうのは当然知ってるわけないですね。こんなの、知る由もないです、受験生が。ただ One of the 複数名詞のとこね、これ授業でめちゃめちゃめちゃ、ね、One of the 複数名詞で間に最上級が挟まることがめちゃくちゃ多いよっていうのを、授業で言ってますんで、だから解けたはずですね。だって形容詞がほとんどないじゃん、選択肢の中にね。 Better part of とかっていうのぐらいでしょう、ね、あるのは。でも One of the の後ろには複数名詞ですから、 Better part 複数じゃないから、だからもうすぐに文法で1個しかないわけですよ。One of the ages はおかしいし、ages の後ろにジェントルメンを置けないし、ages はもうすでに使ってるし。だから35は知らないけど解ける問題なんですよ。で、次が、まあ、この位置に入れるの副詞ですから、for better or for worse ですぐいける。そして、あ、だから悩むな37。ここかな。落としてしまうところは。A collection of ancient manuscripts のところの目的語が来てるから、まあ当然他動詞が来るっていうのがわかるんですけど、D か L で悩むわけですね。で、この2択で間違えちゃった人がいるんじゃないかなと思いますね。Come by は obtain ですから、手に入れるの意味だから、それが分かってれば解けるし。で、偶然出くわしたかなと思ってスタンボードを選んじゃった人も、いるかなと思います。スタンボードアポンとかですかね、その場合はね。アウトオブじゃないですね。はい。なんて全問正解もできたかもしれないけど、1問ミスも結構あったんじゃないかなと思いますね。38もそうですね、これね、 C The better part of last week っていうので選べたことかね。 Spend 時間 ING の形になっているわけですが、で引っかかるのは long time でしょ。ただ Spend a long time last week、 Spend a long time last week だったら収まりがいいですけど、 Spend a… って感じかな。はい、なんで、まあ、37、38は引っかかる人もいたかなと思いますね。35は勇気がいるけども絶対取れなきゃダメって感じ。最後、一文要約ですね。まあ、ポイントの場所は見つけられるけど、4から15っていうのはかなりきついんじゃないですかね。後半部分のこの but 以降ですね。but in spite of this のこの後ろのところをまとめればいいわけですが、そうですね、やっぱね、各部がそのアイデンティティーズとかそういうのでうまくまとめてますよね。そう、メモリーっていうものにより私たちたらしめているんだみたいなんです。なんかさ、こういう話どっかの入試問題出たことあるよね。で、この部分を入れなきゃいけない。情報を共有するまで入れちゃうと入らないよね。はい、ということでですね、早稲田大学文学部どうだったですかね。またここのね、大学学部の問題やってほしいっていうのがあったら言ってください。まあ、早慶終わったら、国立だったり、そのマーチだったりとかの方にも行きますので、ぜひぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.